はい、こんにちは、クラウンの田とところです。こんにちは。まあ久しぶりじゃないのか。そうですね、だってずっと風邪ひいてるからすいません、今もあんまりくっつきたくないんだけど病み上がりです。病み上がり、はい、最近風邪多いよね。増えても、まあ、多いですね、うん、やっぱマスクみんな取ったからかな。あ、うん、そう、子供たちが多いんだよね。うちの働いてる皆さんのお子さんとか。あ、そうですね、うん、もうずっとリモートですもんね、うん、そうそうそう、まあ、そんなこんなの夏ですけれど、はい、で今回は、はい、ちょっと大事なお知らせを、皆さんにお伝えしたいということ で、まあ、大事なお知らせって、まあ、僕らにとってすごく重要な大事なお知らせになるので、まあ、ちょっと今回はちょっと動画自体は短くなるんですけど、一回ちょっと枠取ってお伝えしたいなと思って、単独枠で取りたいと思うんですが、まず、それに関しては、簡単なティザーを作ってあるので、そちらをご覧になってください。どうぞ。はい、というわけで、20周年のパーティーを、はい、大々的にやっていきたいと思います。はい、で、まあね、20周年本当だから、8月31日ってテロップ出てたと思うんですけど、うん、8月31日が、僕らの、20周年のラストデイなんですよ。そうですね。で、まあ、日だからか、はい、そう、9月1日から、21周年というか21年目に入るんですね、うん、はい、だから20周年の最後の、ラストデイということで、まあ、そこで、パーティーをしようと。お祭りですね、はい、でも私ちょっと思ったんですけど、ちょうど茅ヶ崎店をオープンしたのは8月31日ですよね。そう、ね、そうなんですよ。会社自体は、まあ、細かい話見てらっしゃる方あんまり関係ないんで、はい、あれなんですけど、6月11日に、登記されていて、創立で、はい、8月31日に茅ヶ崎店が20年前にちっちゃなお店がね、うん、できた5坪の店です。5坪ぐらい、まあ、その辺話していくときりないんですけど、うん、まあ、そんなことで何のかんのと20年、我々もだいぶ大人というかおじさんとかおじいさんというかになりました。ね、本当あの時若い会社だったよねって言われましたしね。若い、僕が35で他のみんなたちが25歳だった、まあ20代、25、うん、まあ、そんな会社だったんで、まあ、それから、早20年、はい、まあ、いろんなことありましたが、まあ、その感謝の気持ちを込めて、はい、パーティーを今回はしようということになります、はい、そして、20周年の、今回のパーティーのテーマが、まあ、まず名前とテーマが一緒なんですけど、聞いてください。大飲食宴。飲食宴。宴。大飲食会なんだけど、はい、大きな、まあ、ここにテロップ出してると思うんだけど、うん、とにかく飲食。はい、もう飲んで食べていただくと、まあ、つまり20周年の感謝を込めて来た人に、もう3階の珍味と超美味しいお酒。おお。なんか適当な食べ物とか。なんかポテトチップスザラズとかじゃなくて、でなんか適当なお酒でなんか協賛し、まあ、協賛も入るかもしれないんだけど、うん、そこら辺の安いワインとかじゃなくて、もう本当になるべくいいもの並べるので、はい、とにかくそれを食べて飲んでもらう、うん、パーティーにしようと。最高ですね。最高じゃない、シンプルでよくない、うん、それも私たちもずっと食べて飲んでやってるわけですね。そう、だからもう俺たちも飲んで食べてるので、はい、みんなで飲んで食べて、宴をしましょうっていう感じですかね、はい、からよくなんか20周年のとかのパーティー、あ、何周年の周年パーティーってなんか新作とか、ね、新作出してみたりとか、はい、なんかいろいろあるけど、まあ、新作をぜひみんなにそれを機に見てもらいたいっていうのはあるけど、でも新作見てもらうのって別に感謝の気持ちあんまり関係ないじゃんみたいな、まあね、まあまあね、その場利用した、うん、ね、まあ、15周年でやりましたけどね、やったよ、うちもね、やったやった、なんか大々的だったやったけど、まあ、感謝、そう、今回は感謝ということなんで、はい、もうそういった、企業的なことはまあ基本なしで、うん、とにかく美味しいお酒と美味しい食べ物を皆さんで、食べ続けるという、
大飲食園をやりたいと昼から夜まで思います、はいはい、そう昼からもうちょっともう今回はスタートしてだからまあランチがてら来ていただいてもいいですよね。いやもう、うん、あの普通に食べに来てもらえればいいかな、うん、もうの飲めない仕事中は飲めない、まあね、人もいるかもしれない、はい、まあお茶と、はいはいまあ、にでもそんな中でも20年間のその振り返りながらも、うん、そのなんて言うんだろう次の20年とか30年未来に対してのその我々も英気を養うというか、まあ、大騒ぎしながら、はい、楽しみもうそういう基本シンプルな食べて飲む会をやりたいと思います。はい、はい、それで、まあ中身って、まあ、こうもうほぼ8割方は決まってるんですけど、まあ、基本的にちょっと今はあのまだ控えておきますがギミックに関してはまあいろいろやります。あのゲームとかあそうなのゲームゲームやる、まあ、簡単なゲームをやりたいのとあと YouTube ライブを、うんあのはい、適時時間取って多分1時間ぐらいの3回ぐらいは多分いろんなゲストを招いたりいろんな講演も含めてやっていきたいなと思っているかな、うんはいまあ、だから、まあ、そういった来てちょっと、まあ、食べて飲むだけって言ったけどまあ、その辺のちょっとした催し物も、うん、催し物ごとも、はい細かく、まあ、あんまり大きな催し物ごとをやると負担になるんで俺たちの、はい、なので、まあ、割と簡単に楽にあのだらっとやっていきたいと思います、うんはい、ただあれさ10周年な500人超えたのって何周年だったっけ。どうだったか 15周年15周年だから前回の周年パーティーの時は500人超えたので、ね、いっぱいね来ていただいて本当ありがたかったんですけどでもこの店舗がもうギムギムになってで、ね、あそうそうあの人力車とかも出して雨だったけどね向こうの建物と往復したんですけど、はい、やりますか今年もやりますけど、うん、人力車もまた今年も呼ぶので、はいなんか観光地とかで人力車走ってるけどなんか恥ずかしくて乗ってないんだよなって人がいたらぜひ今回の機に、まあ、本当に近い、はい、あの間だけど外苑西を人力車で走れますかね、うん、ぐるぐると走れる、まあ、それを乗りに来ていただいてもいいかなって、まあ、ギミックの話になっちゃいましたが、うん、そうでだから多分今回の20周年は、まあ、超えてくると思うんだよね。うんまあね、いっぱいねせっかくなんで時間も長いからね来ていただけるんですね。だから逆に時間が長いから、うん、少し希釈されて、うん、少しあのこの前の15周年ほどのぎゅうぎゅう感はないんじゃないかなと思うんで、まあ、その辺は安心して来ていただければいいかなと思います、はい、先ほど言ったようにもう食べて飲む会なんでもう真ん中にバーンってでかいテーブルで、うん、ブワーってご飯積んでなくなっていくそばから補充して、はい、ね本当になくならないようにしないと、うん、なくならないようにそうもてなすのが今回、はい、だからあでも差し入れも大歓迎ですね。あそうですね差し入れも大歓迎差し入れどんどん持ってきていただいても、はい、お菓子とか、まあ、そういうの、嬉しいかなと思います。はいで、基本インビテーション配るんだよね、はい、ユーザーさんとかメーカーさんとかユーザーさんだからもううちの何万人、まあまで行ってる？万はないかな。万は行ってないか。うん、でもそうですね。でも結構近いところまで。はい、お客もう20年の20年間のお客さんにもインビテーション配って来てねってやるんで、でしょ？それからメーカーさんでしょ？関係メーカーさん。まあお取引先さんとか、あとそれから我々の友人知人。うん。お世話になった方々ですね。もう僕がその今ライブでお世話になっている。由比ヶ浜の皆さんとかも呼ぼうと思ってるんで、あ、そうなんだ、うん、もうそのぐらいまでちょっと広げて、はい、いろんな人に来てもらいたい、はい、あの我々の、 あの親類も含めて来てもらいたいなと思って、だからそんな感じなんで、結構な、まあ、人数にやっぱなっちゃうかな。ねえ、まあでも、まあ、皆さんがねちゃんと食べれる食べてちょっとまあ落ち着けるような感じにはしたいとは思いますけど、うん、そうですね、うん、まあ、なので、まあ、これから、まあ、ニューヨークができたり、まあ、実はまた某国の計画がもう進んでいたりとかして世界ブランドに一歩一歩あのまだまだ未熟ながらもですね、それでもまあ一生懸命頑張ってる我々の応援をしたいと思う方はぜひ来ていただきたいって思っているのと、あとそう何を言いたかったかというと、これを見ているこのチャンネルの登録者の方はあのもうちょっと特別にというか、おあインビテーション行かないけど、行かないけど、うん、もう来てくださいと、
ご招待まあ登録はしてくださいね。でそれとあと来るときは名刺はいただく形にはなりますので、はい、名刺は持ってきてくださいということで、インビテーションか名刺、はい、チャンネル の見ていた、いつも見ていただいているファンの方は、ぜひぜひも実際どういうところでやってるのかなっていうのを、まあ、ここら辺とか含めて見ていただければ嬉しいなと思いますので、あんまり全然遠慮せず、来てください、はい、ということで20周年の、告知のお知らせでございました。8月31日です、まあ、そう、8月31日、何だっけ、木曜日、木曜日かな、しまったそこ曜日確か木曜日だったと思います。そうだよね、木曜日、はい、木曜日です。8月31日の木曜日は昼ぐらい、もう多分12時から、うん、10時ぐらいまでは引きずって、うん、ずっと、大宴会してますので、ちょっと顔を出してもらって覗きに来ていただいて、まあ、おめでとう言っていただければ僕らすごく嬉しいかなと思いますので、はい、ぜひ来てください。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。